今日はこのような形でフレーム包み編みのダブルをやってみたいと思いますよね。今までに一度もお伝えしてなかったんで、今日はねこの編み方をやってみたいと思います。普通のシングルのねフレーム包み編みの横に別の紐色を使ってこのような形で編み込んでいきたいと思います。この編み方をね覚えてもらってるとかなりねボリュームが出る編み方ができますので、いろいろとアレンジが効くと思いますから、ぜひチャレンジしてみてください。こんな感じですよね。ね、前から見るとこうボリュームが出ますよね。大きくなりますからね。ぜひチャレンジしてみてください。それではやってみましょう。今日はアクアマリーのこのような雫型のルースを使ってね編んでみたいと思いますよね。まずいつも通りフレーム包み編みをしていただきます。そして片側を一編みだけ少なくしますね。片側から3本が出てるような形でこのように端をね処理してもらってればいいと思いますね。片側を1本だけ少なくフレーム包み編みを編んでもらうという形ですよね。こうすることによって後でね針で下の紐をね上に上げてくる必要がありませんので、初めからもう1本だけね片側が長い、このような形でフレーム包み編みをねしてもらったらいいと思います。これをいつも通りまずね止めていただくっていうことですよね。ここまでまずやってもらいます。はい、このような形でフレーム包み編みを完成させたところですね。普通に包んでいただいたらいいと思います。またね編み方がわからない方はリンクを貼っておきますので、そちらでご確認ください。そして下に2本紐が出てますね。芯紐がここに2本出てますので、これをまたねいつものように針を使ってクロスにして上にね出していきたいと思いますよね。このようにね出していきたいと思います。ここの1個隣ですね、ここちょっと入りにくいですけども、ここですよね、この辺ね、ここに入れるね、こんな感じで紐を足すっていうことですよね。こちらもね上にまた上げていきたいと思います。またこれをねここの1個隣ですよね、ここから入れて1個隣ここね、ここに出してきますね。こんな感じで下の紐が横から見るとこうですよね。下の紐、今芯紐だった紐ですよね。フレーム包み編みを結んでいただいた紐を上に出してきたということですよね。8本今紐が全部上から出てる形ですね。ここまでまずねやってみてください。それでは次はねいよいよ外側の部分を編んでいきますよね。こんな形のね別の紐を使ってこのように外側の部分をダブルにね編んでいくんですけども、用意していただいた別の紐ですよね、これを半分のところまでまずね持っていっていただいて、このようにね中心部分ですよね、ここがこれをこのような形でね置いていただいて、そして今から真ん中からねこういう感じで編んでいきます。まあこちらからね順番にずっと編んでいってもいいんですけれども、編み目がねこのような形でずっとこちらに傾いていく編み目になってしまいますから、綺麗にするためには真ん中からこうね両サイドに分かれて編んでいく方がね綺麗に編めますので、まず紐をこのように用意していただいて、でどちらからね編んでいってもいいんですけども、今日は右側から編んでいきますから、右の部分だけを少し離していただいて、この部分をねしっかりと留めていただきます。ただその前にもう一本用意していただいている紐があると思いますから、これもね真ん中の中心部分ね、このような形で中心部分を持っていっていただいて、中心から折り曲げていただいて、これをね全部今この2本を使って今から半分からこう編んでいきますから、この辺をねしっかりと今日は留めていただきたいですね。
動かないようにね、しっかりとこの紐をね全部止めていただいて、そして網紐に針を通していただきます。網紐に針を通していただいて、そして この中心部分の下に網目をね一目すくいます。このような感じで、本当は網目をきちんと数えていただいて、中心部分をねきっちりと見極めてこのように通していただきたいんですけども、もう大体で構わないです。これは大体中心部分だなっていうところに針を入れていただいて、一本このような形で作っていただきますね。こんな感じですよね。こんな感じ、一本ね、中心部分大体でいいですよ。大体の中心部分を作っていただきます。そしてこれが編み紐になりますから、芯紐をこのような感じで置いていただいて、ここは止めてしまうとねちょっと編みにくくなりますから、ここはねもう半分は止めずにね、こちら部分だけをきっちり止めといていただくっていうことですよね。そしてこの芯紐に対して巻き結びをしますね。この芯紐に対して編み紐ね、今下を1本編み目すくっていただいたこの紐で巻き結びを1回します。ちょっとややこしいというか難しいかもわかんないですけどね。そして巻き結びですからもう1回ですよね。そしてまた編み紐で隣を一編みすくいます。ちょっと分かりにくいかも分かんないですけども、一編み一編み隣をすくっていくっていうことですよね。まあ、これ厳密に言うとね、必ず横じゃないとダメなのかっていったらそういうわけでもないんですけれどもね。まあ、一目すくいましたよね。そしてまた同じように上から巻き結びをします。上から巻き結びですよね。こんな形わかりますかね。そしてまた横を一目すくいますね。横を一目すくう。そして巻き結び、これの繰り返しです。こんな感じね、これでダブルができていってますよね。こんな感じで、これをまずねこの上の部分までね、この紐のところまでね、まず同じように一目すくって巻き結び、一目すくって巻き結びという形でまずそこまでねやってみてください。またここで一目すくうね、一目すくう、でこうね芯紐と編み紐が絡んでしまう時がありますから、芯紐を巻き込んでしまわないように一目すくって芯紐に対して巻き結びね、
感じ、ね、前から見るとこうですよね。上から見るとだんだんダブルになっていってますよね。同じようにずっとこれを繰り返していきます。ね、一目すくってそして新芋に対して巻き結び、こんな感じですよね。はい、このままね上までずっとまずやってみてください。ここまで、ね、まずここまでやってもらっていいですか。下の紐を上に出してきましたよね。下の新紐をクロスして上に出してきたんですけども、その紐の横まで、ね、真横まで、ここまでまずダブルを編んできてもらうっていう感じですよね。こんな感じ、ね、綺麗にできてますよね。前から見るとこんな感じ、ね、次は同じようにね、こちらの部分をまたね、この紐の横まで順番に編んでいってください。まずそこまでやってみてください。新紐は変わりませんので、新紐に対して巻き結びですよね。また同じようにやっていきます。ね、こんな感じで同じように、そしてまた一目ね、すくっていただいて、一目をね、すくって、そして巻き結び。ね、こんな感じで。同じように残り半分をやってみたいと思います。はい、このような感じで出来上がりました。ダブルがね、綺麗にできましたよね。外側に別の紐色を使って、ここまでね、こんな感じでできてたらいいんじゃないでしょうかね。で、あとはどうしていくかということなんですけれども、ここからはもうアレンジになってくるんですが、今回はバチカン部分をね、こんな感じで少しねデザインをして作り込んでみたいなと思いますから、その作り方をねやってみたいと思いますよね。まず新紐ですよね。今ダブルを作ってきた新紐、これですよね。この紐ね、この紐、この紐に対して
外側のこの紐ですよね。先ほど下から上に上げてきたこの紐ですよね。この紐を巻き結びでまた1回編みました。そこから順番にね、横の紐横の紐と巻き結びで編んでいってもらいます。できるだけ本体にね近づくような形で編んでいただいたらいいかなと思いますよね。そしてまた真横の紐ですね。こんな形でね、全部の紐を使ったような感じですよね。そしてこの紐は置いといて、反対側のダブルの芯紐ですよね。またこの紐ね、この紐を芯にして順番にまた外側のね紐から巻き結びで編んでいきます。ね、こんな感じ。そして今編んできた編み紐ね、右側の編み紐と左側の編み紐、この2つを合体させます。今回は右をね上にして巻き結びでまた合体をしたいと思います。これでダブルの紐がね、先ほどのシングルの紐と全て合体できたような感じですよね。こんな感じ。ここからねシンプルにもうバチカンをね、この3本3本ぐらいを使ってシンプルにバチカンをしていってもいいですよね。巻き結び巻き結びで進んでいただいて、折り返してバチカンを作っていただいてもいいし、今回はこのようなねアレンジを少しつけてみたいと思いますね。その編み方をねやってみたいと思いますよね。まず真ん中の4本を使います。この紐ね、外側から一度ひっくり返していただいて、ここはタッチング編みね、一回だけ外側の紐をひっくり返していただいて、タッチング編みを一回、下から上からですよね。ね、こんな形で。そしてここで輪っかを作りますね。輪っかを。こんな形で。ここまでまずやっていただいて。こんな風に輪っかができていれば OK ですよね。そして次はこの部分ですよね。この部分を作っていきたいと思いますよね。この真ん中のね輪っかを作っていただいた4本の紐の横にまた4本紐がありますから、その一番端のこの紐ですよね、この紐を芯にして横の紐で巻き結びで、できるだけ本体にね近くなるような形で編んでいきます。次は横の紐ですよね。ね、この紐で巻き結び、そして最後のこの紐ですね。この紐で
巻き結び、ね、次はこの新紐を折り返していただいて、ね、折り返していただいて、またこの紐で巻き結び、そしてこの紐ですよね、この紐、こんな感じね。同じようにこちらも一番端のこの紐を芯にして、横の紐で順番に巻き結びで、折り返していただいて、折り返して順番に紐をね、間違えないようにしてくださいね、これね。こんな感じ。そして次はこの紐ですね、右側のこの紐、新紐に先ほど輪っかを作っていただいた紐、2本こちら側に出てると思いますので、この紐の端っこの紐から同じように巻き結びで、輪っかの部分に合体させる感じですよね。こんな感じ。そして反対側も同じように感じ、こんな感じですよね。ここまでね、まずやってみてください。次はね、この2つ目の輪っかを作りたいと思いますよね。この下の部分ですよね、この輪っかを今から作っていきたいと思います。先ほど輪っかにね、合体させた新紐、この紐があると思うんですよね。これを芯にして、ここからはタッチング編みをね、2編みします。上から下からですよね。2回目ですね。ね、そして少しね、ひっくり返していただくとこのように輪っかになりますので、次はこの紐ね、この2本の紐、外の紐をひっくり返していただいて、ここもタッチング編みを2編み、そしてこの紐ですね、これを芯にして、ここで合体させます。次はここにね、1本この紐がありますから、これを巻き結びで1回、このような感じでね。次はこれをね、また折り返していただいて、順番に巻き結びで
な感じ。反対側も同じように、そしてその横の2本を使ってね、折り返していただいて、ね、そしてこの紐とこの紐で合体させます。ね、こんな感じ。こんな感じですよね。ここまでね、まず編んでみてください。次はね、この紐、一番外の紐、これを芯にして、横の紐からまた巻き結びで編んでいくんですが、少しだけね斜めに降りてくるような感じで編んでいただいたらいいんじゃないのかなと思いますね。こんな感じで斜めにね少し降りてくる感じですよね。こちらも同じように外の紐を芯にして、巻き結びで斜めに降りてきてもらうね、こんな感じで。そしてこの2つを合体させます。これどちらが上でもいいです。ね、こんな感じで、あとは順番に一番外の紐から巻き結び、巻き結びで合体、巻き結び、巻き結びで合体ということで、バチカン部分をね作っていっていただいたらいいと思いますよね。一番外の紐を芯にして、今のね、斜めのねラインに沿って巻き結びをしてもらったらいいと思います。そして先ほどの合体したのが右ですから、今度は左が上ですよね。感じですよね。この2本はね、こっちの2本も後で切りますから、これはもう置いといていただいて、もうここはもうバチカンになりますからね、どの辺で折り返すかなんですけども、まあこの辺で折り返すとした場合、もうちょっとですよね、裏を見ていただくとね、もう少しあと3段ぐらい編んでいただいたらいいんじゃないのかなと思いますね。そして
同じようにね巻き結びであと3段ぐらい編んでいただいて、この後ろにね合体をすれば完成ですよね。そこまでねやってみたいと思います。これでね十分後ろのねバチカン部分が本体に届きましたので、あとはね紐の処理をしていただいて完成になりますよね。いらない紐を切っていきますね。この紐とこの紐、そしてこの2本ですよね。この2本とこの2本ね、これ全部いりませんので、ここをね処理していただいて本体にねくっつければ完成ということになりますよね。はい、完成しました。こんな感じですよね。今日はバチカン部分をね少しアレンジを加えましたけども、シンプルにね編んでもらってもいいですよね。2色の紐を使ってねダブルの編み方ですよね。今日はね紐の色を変えてみましたけども、同色で茶色の色の薄い色と濃い色、このような形でねダブルをしても綺麗ですよね。ぜひねチャレンジして素敵なネックレスを作ってみてください。